ワイドグリップが背中の広がりナローグリップが背中の厚みをつけるトレーニングハテナということで背中のトレーニングに対してはいろいろ考えていろいろ研究してきてまあこれがわかったということなので特にビッ Welcome to Bikki de Podcast 今日の話題はワイドグリップが背中の広がりナローグリップが 背中の厚みをつけるトレーニングハテナということで背中特に、えー、ワイドグリップそしてナローグリップが広がり厚みまずは背中の広がり厚み、まあ、簡単に言うけれどもどういうことなのかと。当然筋肉というのは別に横に広がる二次元で発達していくわけじゃないよね。 筋肉というのは当然3次元だとするというわけでまあ特に背中でいうと広がりというとなんか横にこうやってついていくようなイメージというかそういう広がりというとそういう感じがするけれども実際は横に広がっていくと同時に縦にも広がっていうかこう膨らんでいくというかな丸いものが膨らんでいくという形まあ丸じゃないけどね。だから当然この上腕二頭筋も別に 長さだけけ上がるわじじゃないじゃなないい横にも広がっていくからこ要するにこの丸いものが膨らんでいくということだよね。だまあ二頭筋ってこれ丸いから分かりやすいけれども背中も要するに広がりもつけば厚みもつくと筋肉がつくということは両方つくというそれなのになぜ広がり厚みとという表現あるのかとこれは背中という部位のいろいろな筋肉がついて一つ背中と。 大きなカテゴリー大きなまあくくりとして背中と言ってるけれども大きく分けて2つの部位特にこの広がりと厚みっていうことでいえばねまずは後背筋背中の中中で最もで背中というとこの広背筋を指してる場合が多いと思うけど我々が言う背中ねボディービルダーが言う背中広背筋そしてえ大円筋磯部さんここにを 解剖図を、ね、出して解剖図を見るとよく分かるんだけれどもこの2つの筋肉は腕から上腕この上腕骨について、えー、肩甲骨についてるのと、まあ、要あの脊椎についてるね大筋後背筋なのでこっからついてこっちにここについてるので当然これは後背筋と唾液筋がつくと。 まあ、もちろん厚みもつくんだけれども横についてる体幹の横についてるので広がりががりつくという表現が、まあ、できるかもしれないなので広がりといった時はこの大円筋と主に後背筋を刺すということですそれに対して厚みもちろん後背筋と大腱筋も厚みもつくんだけれどもおそらくこの背中の背中という一つの大きな部位の真ん中の筋肉を刺してるんだろうと。ね、広がりがり横ならば 厚みは真ん中とということで真ん中にはどんな筋肉があるかというとまずは肩甲骨の間にある僧帽筋そして両形筋そして背中の首の下から下背まで二つこうドンと走っている脊柱起立筋とまあこの辺りかな外から見える筋肉だから厚みというのは真ん中についている筋肉ということなんだね。なので まあ厚み、まあ、要,要するに当然何回も言ってるように厚みを作るその筋肉も要するにつけば立体的についてくるのでもちろん広がりにも関係するんだけれども、まあ、主にそういうことであればこのワイドグリップワイド広く握るとこの横についてる後背筋と大筋が刺激されて狭く握ると真ん中について筋肉が刺激されるということ広がりは ワイドグリップが広がりナノグリップが厚みというそういうことを言ってるんだけれども果たしてこれは合ってるのかとまず解剖学的に見てワイドグリップ広く握れば握るほど背中が広がるおそらくこれ広く握ってるから広いイコール広いということで言い始めたんだと思うんだけれども解剖学的に見ると広く握れば広く握るほど腕がこう下がってくるので要するにこの 可動範囲は狭くなるよね。でトレーニングの時に俺は何回も強調してるのは、特に可動範囲が広くて、特にストレッチされなくちゃいけないって言ってる、ね、だから後背筋と大筋をストレッチさせるにはワイドグリップだと実は役不足なわけ。これストレッチしないから。逆にこうやってこうやって腕をだん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 こう狭く両腕をくっつけていくと可動域が広くなってストレッチがより効くということなので。 実は後背筋と唾液に対してはワイドグリップよりもナローグリップの方がこの解剖学的に言ってストレッチがかかると可動域が大きいという観点から考えると効果があるということになるね逆にナローグリップこうやって前こうやって引くナローグリップ引っ張るのが真ん中にいいのかと。 これはさっき言ったように真ん中によればよるほどグリップが狭くなればなるほど広背筋と大筋の可動域が広くなるのでこれはナログリップの方が逆に広がりいいということになるだったらワイドグリップは何なのかとワイドグリップって当然こうまっすぐ下ろすということもあるんだけれども横から見るとこうね肘をワイドグリップで肘を中に入りやすいということで肩甲骨の動きが 寄ると肩甲骨が寄る、ね、背中のこの肩のところについてるこれが寄るということは真ん中についてる僧帽筋両頸筋が刺激されるということで逆に広げた方がその厚みということではつくということでワイドグリップが広がりナロ,ーグリップがナローグリップが厚みというのはこれは迷信であって本当は逆ということになるよね。でもっとと言うと ナローグリップでしかもアンダーグリップこの状態にする時は最も広背筋が可動域がというかストレッチがされるということなのでドリアン・イエツが提唱したアンダーグリップのラットプルダウンが広背筋と大筋に対して最も可動域を広く強いストレッチをかけて刺激できるということになる。なので広がりをつけるにはナローグリップしかも アンダーグリップとということだねで厚みをつけるにはワイドグリップで肩甲骨を寄せるということになるけれどもその肩甲骨の動きということを考えるともう一つ背中のトレーニングでグリップの幅以外に大事なのが引く位置だねこれが俺ねグリップの幅もも,もちろん大事なんだけども引く位置によって背中のどの部位に。 広がりをつけるのか厚みをつけるるるののかととというのがが変変わってくるというか変えることができるだ同じ例えばラットプルダウンでも低い位置を高い,高い位置に引いてくればこれ当然肘が横に張らないとこれ高い位置に引けないからこう引っ張る時逆に肘を閉じれば低い位置に引くことができるまあ普通ラットプルダウンってやってくださいというと2つのパターンに分かれるんだよね。こうやって 肘を引いて顎の方に引く人と肘を閉じて胸の方に引こうとする人、ね、でこれでこれだけで、まあ、例えばグリップが同じだったんですよ。グリップがこのちょうど肩幅ぐらいで握ってて引く位置がこう上に引いてる人それから下に引いてる人これで使う筋肉が変わわってくく。るわけ。上に引くこうすると肘が横に広がって動きとしては肩甲骨が寄るという動きになるんだよね。 こうやって引くとこうやって横から見ると分かるけど肩甲骨はこう寄るそうすると当然肩甲骨周りの筋肉が強く稼働する逆に閉じて胸の方に引いてくると今度は肩甲骨が寄るというよりは回転するこうやって回転する動きになるので今度は腕と腕についている小背筋と大筋に強く刺激されるので肘を寄せて下に引けばこれは広がり。 肘を張って上にに引けばここれは厚みとということになるの同じ種目でもだったらベントーバーローは同じベントーバーローイングでも前傾して胸の上の方に引いてくれば当然肘は横に張らなくちゃいけないので肩甲骨周りの厚みと。で脇を閉じて行うと脇を閉じて溝落ちの辺りに引いてくると今度は広がり広背筋ということになるので。まあ、後背筋とがが広がりそして えー、僧帽筋と両形、えー、筋肩甲骨周りの筋肉が厚みというふうに分類するとこのように低い位置を変えることによって同じ種目でもターゲットする部位を変えることができるということだよね。だから俺背中のトレーニングってもちろんそのグリップとかもうあのグリップの,その,ワイあのワイドバーであるのかこのナローの V バーであるのかとそのバリエーションももちろん大事なんだけれども同じ。 全く同じ種目でも引く位置によってその刺激する部位は変えられるのでこれを忘れちゃいけないねなので例えば背中を週2回やってる人中2日中3日でトレーニングしてる場合その刺激する部位を同じじゃなくて変えたいということがあったら例えば月曜日の背中では全部上の方に引くと。 全く同じ種目をやったとしても上の方に引くとこれは要するに厚みとねいうことになって下の方に引くと今度は広がりということになるので全く同じラットプルダウンを月曜日と木曜日にやったとしても引く位位置を変変えれれればここは刺激さるる部位が変わとということだよね逆に言うと例えばあの月曜日にラットプルダウンをこう肘を閉じてやったと。 木曜日は今度はローイングだからベントーバーローであの違うあの刺激を入れようと思っても肘を閉じてやればこれ同じ後背筋を刺激する種目になるので似たようなトレーニングをしたことになってしまう全く違う種目でも。なので背中のトレーニングを考える時自分はど,ど,こにど,ど,こをどこが弱いのかとね背中が弱いって人は大抵どっちも弱いんだけれども当然後背筋と大円筋が弱いという人が多いここがまあ あの背中の大部分を締める筋肉なのでなので背中が弱いという人は特にこう脇を閉じて下に引っ張る、ね、種目を多くするというアドバイスだなこれからまあ背中が特にずっと弱いと言われた俺だからこそ背中のトレーニングってある人はいろいろ考えていろいろ研究してきて、まあ、これが分かったということなので特に、ね、初心者の人は背中のトレーニングを考える時引く グリップ広さも大事だけれども引く位置によって背中のど,どの部位を刺激されるか変わるということを覚えておいてねというわけでビッグヒデポッドキャストではヒデに話してほしい話題募集しておりますコメント欄にどしどしお願いしますそれでは次回のポッドキャストでお会いしましょう